図繁ン化クイフトイ属小ナプレクトスは、かやつり草かの属の一つである。イグサのような姿の植物で、茎の先端か、その延長のような姿のツとの脇にこぼをつける。全体に、毛のない多年生の双本。地下茎は、木質で短く、横に這うか、あるいは補服茎を出して、横に長く這い、時にその先端に小さな階茎を生じる。茎は、 離れて生じるか、あるいは小数が束になって出る。茎は円柱型か、あるいは角があるが全体に滑らかでざらつかず、また基部から先端までの間には、節がない。葉は根元から生じ、その基部は筒状の要衝となり、しばしばそれが裂ける。その先端から生じる要衝は退化して短い突起となる例もあり、また平たい養生になる例。 あるいは三両型になる例もある。果樹は茎の先端に生じるが、双方辺が茎の延長のように直立するので、側正常になる例も多い。双方辺は普通は一つで、茎の延長的に見えるものも、養生のものもあり、果樹より長く発達する例もずっと短い例もある。過剰は、こぼを単独に生じる例は、ほぼなく、少数から多数のこぼが三方状。 あるいは副産房状につき、柄が短縮して、やや登場に見えるものもある。拳には、臨片柄線状につき、それらはすべて同型で、すべての臨片に花が含まれる。臨片の表面は、無毛で滑らかか、あるいは主脈状にざらつき、先端は、マリーか、あるいはややくぼんで、短いのぎが突き出る。花は両性を備え、おしべは2から3個。 めしべの果中は2から3に分かれ、その基部は滑らかに脂肪につながる。可皮編は普通は3から6個で、死神状で円に細かな小突起が出るものと、平たい紐のような形で円に羽毛状の突起があるものがある。果実の断面は3両型から、レンズ状、表面は滑らかで先端が、くちばし状に尖り、表皮細胞は細長くて、縦に並ぶ例もあるが、 そのような傾向が見られないものも多い。世界的に分布し、27種が知られる。湿地や水辺に生育するもので、水中に沈んで生育する例もある。最も似たものは、細型ホタル遺族スキーナプレクティーラであり、全体の形態も、小墓や小花の構造もとてもよく似ている。その区分は口実のように、分子系統に基づくが、形態的な特徴としては、 本属のものでは、痩せ下の表面が滑らかで、それを覆う、表皮細胞がほぼ楕円型などであるのに対して、この属のものでは、表面が滑らかなものもあるが、横向きのシワや流気を持つものが多いこと、また、表皮細胞が明瞭に縦長の形をとることが、挙げられる。より外見的な特徴としては、本属のコボは柄を持つものが多く、下女の形が、 三宝城などになるのに対して、この族のものは、こぼに柄がないか、あっても短く、そのために過剰が登場の形になりがちであることが挙げられる。本族は、かつての抗義のホタルイ族からの細分族では最も大きいもので、しかし、それが、ひとまとまりの軍であることは1980年代以降、2010年代初頭まで広く認められたものであった。 異論があったのは、王三角異族アクティナシルパスと浮き上がら族、ボール防潮ナスをこの族に含めるかどうかという部分程度であったが、この二族を含めない扱いが主に認められていた。星の他もこれに沿っている。さらにこの族内容をいくつかの節に分ける論文も行われてきた。いくつかの説はあるが、およそ以下の4つの節を立てる説が認められてきた。しかし、 分子系統の手法をここに適用すると、この属型系統であり、二つのクレードに分けられ、それぞれが別の属と、姉妹群をなす、との結果が提出された。その結果、本属から区分されたのが、細型ホタル遺族で、具体的には、上の四つの節の後二者がここに移された。その区別は上述の通りである。ちなみに、細型ホタル遺族の方が、 地球上において種数が約2倍と多く、本家の方が文家に負けたような形になっている。本族と姉妹群をなすのは、大三角遺族アクティナシルパスとされている。この族は単一の種大三角異エグロススからなり、これは太いの茎を三角にして根質用と養生のとを足したような植物である。以下に日本産の種を示す。 本属の太いやそれに類する種はかなり大きくなり様々な素材として利用される例がある。他に不入りの太いなどは鑑賞用に栽培される例もある。父か過去の足船トトラを全面的に利用したウル族の浮島と家屋国外では父か過去に自生する太いの一種トトラがよく知られている。トトラは古城の民、ウル族の暮らしを全面的に支えている。 ウル族はトトラを刈り取って乾燥させ、その束を水面上へ大量に積み重ねることによって浮島を作り、トトラで吹いた家をその上に建てて水上の暮らしを営む。家の傍らに畑を持つ際にはトトラの根がその肥料にもなる。漁に用いる船や移動用のボートもトトラから作るほか、食材、お茶、燃料、薬、新装品など生活のあらゆる場面で、 トトラが用いられている。観光客相手にはトトラ細工が欠かせない土産品となっている。以下、主として、大橋ほか辺、P356 から357大橋、ほか辺、P356 から357大橋、ほか辺、P296 この子、早坂8、シールズへ通る、シールズへ通る、星のほかより、ただしこの書では、 細型ホタル遺族を分けていないため、早坂と付き合わせ、本族に残っているものを選び出した。AB、天空の湖で究極の、地産地消南米ペルーアンディスの民13、地球千年気候先住民族の英知に学ぶ、BSTBS、2010年5月9日日、放映。ABC、世界で一番高い湖、ペルーティティカ,カカコ、プレミアム8世界一番気候。 NHK 武士2010年5月12日放映。ありがとうございます。